南馬寺は、大阪府大阪市行野区にある臨済宗明神寺派の寺院。三号は月鉱山。本尊は十一面観音。この寺は、736年、聖武天皇の直命により、行期によって、奈良東大寺の大仏海岸法要のため、剣道市の船にて来日した、ベトナムの僧侶を宿泊させるため、現在の天皇塾東鉱津町に創建されたと伝えられ、 当初、三井寺の自家松として、天台州に属していた。室町時代に入ると荒廃し、江戸時代に入って、明神寺宅中五花園院の卓道を生により、中高され臨済州に改められた。1925年現在地に移された。何は百景野中観音等か森移天前の上本町では、野中の観音と呼ばれ、桃の名所として有名であった。何は百景百図のうち、 百番目の野中観音と盛りに描かれており、現在、大阪市のクリスト長堀に展示されている。境内には、浄瑠璃、歌舞伎の演目に、茜染めの中院院の井戸と墨掛け地蔵がある。また、南馬寺家たちと呼ばれる長寿鉢が現存する。本尊の十一面観音像は、行基の作と伝えられている。AB ひもろぎ、島秋里、摂津名所図三参観。 1798年48ページ。doi 10.11501 2563461https コロンスラッシュスラッシュデシリットルドット、.ndl.go.jp スラッシュインフォ。ndljp ピド2563461タコパンドイコール1ありがとうございます。